今農協で農業の指導ができる人がおらん。あ、はい、うん、で今農協っていうのはね、あの、ほらどうやって生きとるかというとね、まず国からの補助金、はい、それとあの それからね、あの金融なお金な、はい、お金の貸し借り、うんうん、それと不動産、うんうんうん、だから不動産と、うん、要するに金融で農協へ行きそう、うん、うん、だって今この日照農協でも300億ぐらいのかか 金持っとる、みんなが預けてる金、ほんで金利でみんな働いてる、うん、うん、肥料とかなんかじゃ やってきません、うん、ほんから今米と大、あ、まあ麦ですね、うん、これもあの農家じゃ採算が取れない、うん、だから補助金がついてる、補助金で、あとのものがついてない、うん、だから補助金で、あのまあ今オペレーターっていうのはね、大体が50兆ぐらい、人で作ってる、うん、